皆さんこんにちは、ようこです。皆さんお元気でしょうか。本日は2016年8月22日です。日本時間の今朝、リオ五輪のですね、閉会式を行われました。皆さんもうすでにご覧になっていると思いますが、私は普段ね、朝は自慢じゃないけど起きませんなかなか朝起きれない人なんですけれども、今日はね、昨日の夜はね、月が悪いしね、朝もね、なかなかね、ほんともう一回寝たいのに眠れなくて、もう6人寝てないんですけれども、だからね、なんだよと思ってね、眠れないじゃないかってボサーっとしてたら、なんかテレビからね、閉会式の様子が流れてきて、あーみたいな、これを見ろということかみたいなね、いうことでちゃっかり見ました、全部ライブで。だから非常にね、嬉しかったんですけれどもね、もう皆さんね、いくらついてないなと思うことがあっても何を示してるかわからないからね、前向きに行きましょうって何の話やっちゃう感じですけれども、リオの五輪の閉会式を見ていまして、私の思ったこととか感じたことがまたまたたくさんありましたので、まあ、前回のシンゴジラの感想に続きですね、今日も感想系の動画を出してみようかなと思っております。ということで繰り返しになりますが、私そのライブで見たのでですね、ツイートも結構したわけですよ。うわー感動してうわーって売ってたら、それがね、なんとワシントンポストの記事に取り上げるという珍事が起きまして、でここで映画シンゴジラの石原さとみさん風に皆さんにその状況をお伝えしますですね。ワシントンポストのライブアップデートの記事に起きましてですね、10時半分のアップデートとして私のツイートがですね、引用されております。でその記事のタイトルはですね、もういかにせいかって感じですけど、Japanese Prime Minister shows up in Super Mario costume ということで、日本の総理大臣がマリオの衣装で登場という記事でして、私が書いてたツイートっていうのはですね、ツイートっていうのはですね、It's confirmed our Prime Minister Abe is Mario みたいなことで、確証されましたと、安倍総理はマリオだってそのままなんですけれども、いうことを、まあ、4コマ風にね、4枚写真貼ってたので、まあ、見やすかったんでしょうね、ということで掲載されてちょっと嬉しかったので、ご興味のある方下に貼っておきますのでですね、リンク覗いてみてください。8分間のプロモーションの前にもういいかもうそろそろね、そうプロモーションがある前にですね、フラッグハンドオーバーセレモニーというのがありまして、まあ、その旗の引き継ぎ式があったわけですね、でそこから私見てたんですけれども、この時に思った、小池都知事でよかったと、小池百合子さんでよかったなと本当に思いました。というのも、私はね、基本的には政治家には男性になってほしいんですよ。男女で言えばよくね、女性の社会進出とか、女性がもっと政界にとか、なんかいろいろ言うけれども、私はそういう言われ方するとどちらかというと男性に頑張ってほしい。なんか女性の考えを普通にね、背負ってもらって男性に仕切ってもらうっていうのが一番うまくいくと思うし、の方が私は安心するんです、女性として。女性でいるとね、女性のダメなところが見えてしまうっていうね、そういうとなんか女性を敵に回しそうなので、ちょっとこれ以上は控えておきますけれども、そんな感じなので、ね、男と女っていうとそんなイメージの私でも、やっぱあそこにね、着物でこう、パーッと花の咲いたようにいてくださると、本当にやっぱイメージが一気に良くなりますよね、日本の。だから、なんか女性に期待されることっていうのはこういうことなんだなと改めて思いましたけれども、まあちなみに男女のお話をしましたが、男女で政治家を考えるっていうのはおかしいんですけれどもね。だってね、いや福岡人を起用しろとか東京人を起用しろとか、なんかおかしいじゃないですか。そういうのなんかそのレベルに私感じるので、何が言いたいかと言いますと、思いっきり私今男性推ししましたけれども、そのね、今回ね、じゃあ女性の都知事だったからこうやってね、場が良くなったみたいな感じの言われ方をするのが嫌だなと思って、その結果的に小池さんで、結果的に女性で着物着てて、あそこにボーンって行ってくれたっていうのがあるんですけれども、だから女性がいいとか悪いとか、なんかそういう議論になりそうだなと思ったので、あえてそういう風な言い方をしてみました。本当なんかこう男女で考えてほしくないなっていうのは私は常日頃考えてます。というのもね、私がね、発信していてもね、陽子さんはね、女だからそうやってね、注目を得るんだよみたいなことを言われるとね、いや、女にもピンキリありますよみたいな言い方すると失礼なのかもしれない。ないけど、私も努力してるし、でも私別に女として売ってるわけじゃないですよ。結果的にね、きっとね、あ、女だと思ってクリックする人いるかもしれないですよ、こんな顔だけどね、けれども別に女のね、そのなんか胸にこう詰め物してなんかやってるとかやるじゃないし、だからそういう言われ方するとちょっとね、私の努力も認めてよみたいな感じになるんですね。まあいろいろそういうちょっと日頃の不満が出てきてしまいましたが、ちょっと話を元に戻します。はい、ということで、まあセレモニーの話はその辺にしましょうとそのね、プレゼンというかプロモーションの方のお話をしたいんですが、皆さん全体的にどう感じられましたか。
やっぱね、いやすごいとかいろいろあると思うんですよ。私はね、個人的にね、やっぱり一番思っているのはアベマリオになんか全て持っていかれたなみたいな感じがしております。やっぱあの話題性はすごいなと、まあ、なんか全てがかっこよかったんだけど、なんかあのマリオが強烈でね、そればっかりちょっと印象に残っちゃってるんですけれどもね。安倍総理ってやっぱ地球儀外交でね、世界をね、もう歴代総理にはと比較ならないレベルでブワーッといっぱい飛んでるわけですよ。なのでやっぱ安倍総理らしいというかね、まあ、全体通してほんとテンポも良くて音楽センスも合ってて、シンゴジラと被ってるじゃないかその感想みたいなことは置いといて、まあ、ビジュアルもすごかったですしね。でも最初が火の海のごとく始まったので、えっと思って大丈夫かなとかものすごい心配したっていうか、もう期待値がもうめちゃくちゃゼロに限りなく近かったんですけれども、まあ、だからこそあの展開にね、どんどん見ていくに従って、ええと思って、めっちゃ嬉しかったし笑ったし感動しましたね。日本はやっぱそのロボットっぽい感じとか無機質な感じっていうのがなんか海外に受けますよね。あの欧米の人たちって特に日本人が無表情とか何考えてるか分かんないっていう人もしょっちゅう言いますもんね。でも本当比べてみると、いや私たち表情がないというよりがあなたたちが表情豊かすぎるんでしょみたいなねこと言いたくなるんですけれども、本当そのまあロボットっぽい私たちもそうだし、ロボットを作っちゃうっていうところがねあるわけなんですけれども、でそこってよくよく考えると、日本は自然に恵まれているからこその文化形成をずっとね、何百年というかもう2676年になりますけれどもね、歴史をこうつないできたという背景があるんですけれども、自然が売りのはずがなんかこう最近ロボット化しているって、なんでだろうと考えた時にですね、これは説明ができると思うんです。なぜならやっぱり日本は多神教である、その神道というのが国の宗教であるからこそこうなってんだと。これ逆から考えると分かりやすいと思うんですけれども、欧米というのは一神教です。なのでキリスト教とかね、そう生命を作ることができるのは神だけというか、その初めに存在したのは神様だけなので、その全ての生物が神の創造物だと考えるのが一般的っていう話を聞きます。それを踏まえるとですね、映画ではやっぱね、ハリウッド映画でもなんかいろいろ最近ね、人工知能とかいろいろ映画界ではありますと。けれどもなんかやっぱり感覚がちょっと違うのかなっていう感じがするんですよ。私たちはなんかね、あの一員としてロボットがいますもんね。でその一方で本当今回あのダンサーの人たち、最初に出てきたダンサーの人たちとかもロボットっぽいし、ドラえもんも出てきましたけれども、本当ロボットが仲間、命があるし魂があるし神が宿ってるみたいな感じで神道的だなっていう風に感じています、うん、だからそういうのを踏まえると、あのね、日本らしさがね、実はそこに出ているのかもしれないなと私は感じているわけです。ちょっと順応ってね話をしていきたいんですけど、最初ね、そのさっき言ったように火の海かと思ったら日の丸に変形していきましたよね。でその変形していくときにこう周りにいるあの白い不思議な人たち、何なのか分かんなかったけど、私ねそのクローズアップを見たときに白いね頭がこう丸いのがあって、こう体があっての時の、まあ、下のそのドレスっぽいところもそうだし、この何胴体のとこもそうなんだけど、なんかリンゴリンゴのクッションのあの白い網網は分かります？これ日本全国共通ですよねそれそうか、リンゴをこう守ってるあの白いクッションのあの網網に見えて、いや、シーナリンゴだけにとか思ったんですけど、関係ないですかね、あれ何のあれなのかちょっとわからなかったですけれども、なんかその辺ご存知の方いたら教えてください。私はあれがリンゴに見えて仕方ないというね。それから言葉が出てきました。リオ、オブリガード、ありがとう、出てきましたね。なんかインフンでんじゃんみたいなね。でもこれが文字がちょ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 って消えて、リオリオリオってなるんですよね。見ました？皆さん気がつきました？ね、言葉遊び好きだなみたいな、なんか細かいとこ凝ってんな、さすが日本人だなとか思ったんですけれども、その後こうバーっとこうありがとうの言葉が出てきますと、 Thank you と Obrigado と Merci 出てくると。で Thank you は世界共通語ですよね、もちろんね、英語で出てきた。 Obrigado 現地語だね、 Merci これ発音なんちゃって発音だけど、さっき調べたらそんな感じだったからちょっと言ってみたみたいな、でその言葉はフランス語です。3種類あるってね今日ワイドショーで言ってたのよ奥さん。ちょっと待って、ヒロビ、ヒロビナイス、うん、この3つの意味を込めてありがとうと言っていたらしくてですね、1つ目は東日本大震災で世界の人々からいただいたご支援に対してのありがとう、2つ目は東京を開催都市として選んでくれたことへのありがとう、うん、
3番目はリオデジャネイロへ、素晴らしい大会をしてくれたことへのありがとうということで、3つのありがとうですね。なんでフランス語がそこに出てきたのかと言いますとですね、近代オリンピックの創立者がですね、クーベルタン男爵といってフランス人だったんですね。なのでそのオリンピックの公用語は一応フランス語だというご教授を、私の記憶が正しければ武田恒康先生という明治天皇の夜叉子さんから聞きました。でその武田恒康先生のお父様が何を隠そう JOC の会長であるということと、やっぱりオリンピック招致の時もですね、最終プレゼンで高円宮妃殿下がフランス語でスピーチをなさっていました。皆さん覚えていらっしゃいますか？ということでやっぱりね、日本人はそういうちゃんとね、この平和の祭典が何であるのかって理解した上でやってますよとか、そういう意味で皆さんご招待しますよみたいな感じでやりたかったのかなーなんて感じました。ちょっと待って。で、ありがとうという言葉どこから来てるのか、 From Japan みたいなね感じで、ちょっと Go ですみたいな、ちょっと脱ぎたくてわざわざ来た余談ですけどね皆さん、これね、ジャパンをね、ジャパンと思ってませんか？郷ひろみさんのせいで。私はずっとそれでジャパン、ジャパンと思ってたんですよ。だからね、トランプさんね、私を就任式に呼んでっていう、招待してっていう動画の中でね、I'm from Japan! 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 って言いまくってたら、なんかその発音がおかしいっていうか、その彼女のその言い方が面白いって言ってコメントに結構入ってるんですよ。どうやらそれ間違ってるらしくて、もうすんごい恥ずかしくて、今でもねあれなんですけどね、本当恥ずかしいですよね、自国の英単語の発音を間違ってるというね、後になってアメリカの友達に鍛えられましたけれども、 Japan じゃなくて Japan Japan Japan何回も習いましたけどね、もうなんか Japan ってこう広がる感じになってて、これ Japanって感じかなみたいなイメージ。まあ3つのありがとうがあるとはいえ、私はやっぱでも真っ先に思ったのでね、東日本大震災におけるご支援へのありがとうっていうのを真っ先に思ったので、やっぱ全陽子が泣きましたね、あのシーンは。なんか、ありがとうとか言いよるとか思って、そしたらなんか全陽子が泣いてもね、それ世界が泣いてるのか分かんないなとか、全米が泣いてるのかも分かんないなみたいなね。というのも、そもそも日本への同情がどれだけあったかな、もちろんご支援はいただいてるけど、なんか基本的な考え方としてね、なんかどんだけ感覚にあるかなっていうのは一つ率直に疑問ではありますよね。でもあの場でそうやって世界、あの場をお借りしてね、日本側がありがとうございますと世界に言えるって、まず最初にありがとうと言えるというのはやっぱ日本人らしさを出してくださって、本当にいい演出だなと思いました。でその時だと思いますが、君が代が鳴ってましたよね。で君が代の編曲、私は申し訳ないけどあれはね、いや大体は好きなんですけど、細かいこと言うとあんまり好きじゃなかったんですよね全体的には好きだけど、なんかもうちょっと注文したいレベルだったっていうのも、そのやりたいことは分かるんですけれども、私もね、全然もうあれですよ、もう素人ですよ、素人だけど私もね音楽してきたんです。だからその和音をでもちょっと違うの使ってほしかったなみたいな、個人的な好みの問題があります。というのもね、おそらくあのノリで行くと、あのなんか和的な感じのノリで行くと、私の頭の中ですぐ連想しちゃうのが、ろくに見てないんですけどテーマ曲が好きである NHK の番組があって、歴史秘話ヒストリアっていうのがあるんですけどあれの音楽がめっちゃいいんですよ、私的には。でその音楽のノリをね、これ皆さん後で調べてください、その曲その曲のイメージがパッと来ちゃったから、あそこの展開本当はこっちじゃないみたいなね、勝手に思っちゃってね、なんかもやもやしながら全部聞き終えるという感じでしたけれども、まあ世界の人たちはね、君が代の元々の音楽をどれだけ知ってるのかっていうのがありますので、ね、海外の人たちにどういう風に君や代が聞こえたのかななんて興味があるところですけれども、私もね本当君が代をね編曲できたらなとか思いますけれども、本当は頭の中で自由主義でちょっとやっちゃってる部分はあるんですけれども、本来不敬ですのでいたしません。でそのありがとうを言った後ぐらいから本当本格的に映像と現実の融合だったわけですけれども、なんか思い出しませんなんか虚構対現実のシン・ゴジラみたいなね、もうシン・ゴジラの話何回してんだよって感じですけれども、本当に日本はそのねアニメが発展してきたっていうのもあって、その二次元と現実をね一緒に考える機会というのが多いなと思っているんですけれども、なんか次元数上がってないみたいなことでね、なんか私も年取ってきたななんて思うんですけど、それだけ年数が経ってるってことですからね。でそれと同時にポケモン GO が流行りましたよね。だからその後だったっていうのもね、なんか世界
界的には多分面白かったんじゃないかななんて思いつつ、この全体を通してですね、本当近未来的であり、その文化と技術を見せつけてくれたという感じがしておりました。だからこそ、その小池百合子都知事のですね、お着物がすごい引き立ったなと、コントラスト的ですね、良かったなと思うんですけれども、私が一点本当に安心したのはですね、あの場で、そう、世界でロリコンに見なされるような演出が一切なかったことが本当に良かったもん。いいんですよ、国内でね、いろいろね、文化が育ってるのはいいんです。でも諸外国に見られた時にね、本当にロリコンに思われてますからね、日本人ね、本当に残念ですけどね。ね、世界見てください、グラマラスのお姉ちゃんばっかりじゃないですか。だからね、制服着てキャンキャンみたいなやつはやっぱその物好きなオタクたちは好きですよ、けど一般的な人たちが見るとえって思うわけですよね。そこに誇りを持つのはいいんですけれども、ただそのオリンピックとかの打ち出しでやっちゃうのはどうかっていうのはまた別次元の問題なので、私的にはだからその点は良かったなと思っております。映像と現実の融合がこう展開していくわけですけれども、選手たちがですね、日の丸の赤なんですかね、赤い球をリレーして回っているということで、途中にちょっとびっくりしたのがキャプテン翼が出てきたのがもうびっくりしました。私もちっちゃい頃、あれ再放送なのか何なのか分かんないけど見てました。結構ボール蹴ってたんですよ、私壁に向かって、一人寂しくキャプテン翼も出てくんだと思ったら、本当ね、今度は世界にファンも多いキティちゃんが出てきたりとかしてね。でもなんかその出てくるキャラクターの選抜工程が非常に気になりつつもですね、リレーは続くよ、どこまでもで、安倍総理がキャッチすると、そして国会議事堂を出るけれどもリオまで間に合わないって言って、ちなみにその腕時計も出てきましたよね。あの時計、あれっていい時計だったのかなとかね、安倍総理の本物の時計かなのか、なんかいろいろ気になりますけれども、時間も多分リアルにしてあったと思います。それでね、車の中でなんとデレンデレンデレンとか言って、あの音はちょっと口ではリアルに再現できないけど、マリオに変身してたね、スターで速くなって東京のど真ん中走っていったと思ったら、ドラえもんがタケコプターでこうピューで飛び寄って、気づいたのか駆けつけたのか、ちょっとそこまで詳しく見てないけれどもね、降り立って四次元ポケットから土管を出して、穴を掘る道具まで出してあげて、そして無事にアベマリオがリオに到着するというストーリーでしたよね。ということは、菅官房長官はルイージなのかみたいなね。移動の際にですね、広げるマップがあれね、最初折ってあるのでリオって書いてって、広げるとマリオになってるんですよね。ほんと言葉遊び中が細かいこと好きやなとか思いながら、あとその横断歩道のところでですね、ドラえもんと安倍総理というかマリオがこういろいろやってる時に、こう通りすがりの人たちがね、笑顔でこう見ていくんですよね。皆さん表情見ました？なんかあそこがね、なんかいいですよね。なんか微笑ましくてよかったんですけれども、私は何よりパックマンが日本初と知らなくて驚きました。到着してからはね、ほんとまさかマリオの格好で本当に出てくると思わなくて、あれ見たかったですよね、もうちょっと長くね。けれども本当皆さんおっしゃってる通り、時間があそこが短かったのが本当残念ですけれども、でも一つの疑問としてはですね、打ち合わせとか練習とかろくにあったんだろうかと。一国の総理大臣ですからね。その中で、東京五輪を力は入れているでしょうが、本当になんかちゃんとあれは どういう背景だったのかなっていうのはちょっと気になりますよね。でもいずれにせよ安倍総理のすごい度胸だなと思いましてですね、というのもオバマ大統領とか習近平国家主席とか想像できます、マリオ姿、プーチン大統領とかメルケル、キム・ジョンウンでもいいけどもね、え安倍総理だからこそあのマリオは成し遂げられたものだと私は考えております。変な意味で安倍総理だと笑われないじゃないですか。例えばね、私はアメリカの事情をずっと最近見てますけれども、オバマ大統領がマリオやっちゃうとですね、あの人はすでにクラウンね、道化師っていう風に言われてるんですよ。だからオバマさんの写真を白塗りにして赤い鼻つけてみたいな、そういうね攻撃的な画像とか結構あったりするんですよね、ネット上に。でそのクラウンっていう単語はバカっていう俗語なんですよ。バカっていう意味でも使う単語なんで、そことかけてあるんですよ。だからその大バカ者のオバマ大統領がマリオの格好なんてしてあえてポーンとか出ちゃうと、もう恥さらしでしかないわけですよね。
でも安倍総理がやるとなんか息っていうか、大物が来たぞって、来てくださったぞみたいなそんな感じになって、本当だから安倍総理だからこそできたんだなというふうに私は感じております。でその後ね、あの服が剥がれて、で普段の安倍総理になって、ね、帽子高い玉持って来たぞみたいな感じでね、よかったですけれども、でその後はやっぱりなんといっても映像技術がすごかったと。あの立体的なやつAR 技術っていうらしいですけれども、あの東京五輪で行われる予定の33の競技がアニメーションで映し出された格好ですね。でああいう感じっていうのは少なくとも欧米は好きですよね。あのなんかよく映画にもあるじゃないですか、あのピッ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 とかやってなんかこう立体的にね登場するみたいな。最近医療ものでも結構そういうのもあって面白いなと思うんですけれども、で日本がやっていることに関してはキャリーパミュパミュ言えたがやってるイメージがありますけれども、あれ CM で見た au の CM だっけ、なんか歴史的な建造物の前でなんかライブやってて、なんか光をこう変えてたような記憶があるんですけれども、違ったかしら、なんか CM でやってた気がしますけれども、だからなんか邦楽の世界ではそういうことをアーティストがやってたりするんでしょうか。本当私はね邦楽のことがわからないんですよ。昨日の夜とかね寝つけれないから夜中何してたと思います、ベッドの中で。インペリテリ知ってますインペリテリ聞いてね、インペリテリを最初してもおーいいねイエーみたいな一人でやってましたからね。本当にね、だから本当邦楽分かりませんので、あのいろいろその辺のねアーティスト事情というか今の技術とか、あのライブの時どういうものがあるかとか、もしよかったら教えてください。その後あのパイプみたいなフレームをね使ってあのダンサーの人たちがやってましたけれども、あれがエンブレムになるとはっていうところね、なるほどなと思ったんですけれども、でもう一つびっくりしたのは、当たり前なんですよ、当たり前なんだけど日本のねダンサーがあんなに現地に行ってると思うとなんかすごいなと思って、みんなね人知れず練習していたんだなと思うと本当にありがとうと申し上げたいんですね。で最後はしかしあのマリオの土管からスカイツリーが出てきた。途中の映像ではね東京タワーがやたらとシンボル化されてこう映ってたわけなんですよ。だから私は見ながら、あれやっぱ東京タワーなんかなと思ってたんですねそしたら最後とスカイツリーも出たから、まあ、そっちも出すんかいみたいなもう最後も花火とかんとかんでね音楽も出るねーねーってなってね、あーマリオだなーつーってことで、なんか全て安倍総理に持っていかれたなと個人的には感じました。で東京で会おうってなってたからですね、安倍総理はずっと続ける気かっていうね、そんな不思議なメッセージもなっているという記事を目にしたらその通りだなと思ったんですけれども、私は何を隠そう安倍政権支持ですから、全然いいんですけれども、むしろずっと続けてくださいって感じですけれどもね。でもいや私のその今の現安倍政権に関しての愚痴はですね前回の動画に出しておりますので、まだご覧になってない方はあのリンク貼っておきますのでぜひご覧ください。で安倍総理がまあ持ってっちゃったけど、その中で一番良かったのは何かといえば、やっぱり今までですね安倍総理といえば左翼の人たちが安倍総理のポスターとか出してきて、そこに鼻の下にねちょびひげを落書きしてたんですよ。であのナチスのマーク書いて「ヘイヒットレーデー」とかやってるわけじゃないですかね。でもやるときもああいうのなんかくだらないものを使うわけですよ。けれどもね今日気がついた、あれ多分ねちょびひげが見えてたけどそれを間違ってたんだと。あれはねナチスのマークじゃなくてね本当は M って書かなきゃいけなかったんですよ。あれマリオのちょびひげだったんだなーっていうことにしておこうと思ってます。これからはねやっぱ安倍マリオですよ、安倍マリオ。東京五輪はですねあの都知事が変わったぐらいから大丈夫かと思ってね本当に不安で、でマスコミもねいろいろ騒ぎ立てるしで本当に不安がいっぱいだったんですけれども、今回そのあんな素晴らしいものを見せてもらってですね、ただでさえですね過去最多のメダル数取って、もうメダル数が全てじゃないんですよ。やっぱね世界を土台にあえて頑張れる人たちが日本の中にたくさんいるっていうのは本当に夢とか希望を与えてくれるし、あえて日本を背負ってやってくれるっていうのはですねやっぱ嬉しいですよね。でその実力も本当にあるんだって、なんか昔はねそのちっちゃい体の日本人がって欧米と張り合ってみたいなところもあったけど、なんか最近体大きいしね結構手足も長いしかっこよくもなったけど、でもそれはそれでね食生活の問題があるからちょっといろいろ気になることあるんですよ。でも本当ね足が速いわ、体操うまいわね、いろいろで本当にこのあとはあのダブルスとかの連携プレーとかもね、
希望とか夢をいっぱいもらった気がします。だからその上でですね、プロモーションを見て本当にエキストラで嬉しかったですね。何より私が一番心配していたのはですね、その内容云々よりもですね、安全だったんです。安全でいられるかどうかが非常に心配でした。っていうのも本当にね、テロが引き起こされるんじゃないかっていうのが私の最大の不安でして、もう毎日毎日もうね、なありませんように、ありませんようにみたいな感じで、途中ででもその祈ってる間に気がついた。五輪の会場でテロを引き起こしてしまうと、参加国ね、参加している国々、つまり世界を敵に回してしまうよねと。テロリストもそこまでリスクを負わないよねと思いつつ、しかし彼らは本当にね、その文化も宗教も発想もね、そのもう人間の種類が本当に違うから、なんかそういうあれでは測れないのかなとかね、いろいろ考えました。そのリオではテロは引き起こされなかったけれども、やっぱりその別の地域では何かいろいろ起きているというのを踏まえた時にですね、やっぱこの武器を捨てて一緒にねスポーツをしようというこの平和の祭典っていうのは、その重みをものすごく感じています。でもね、テロリストはあれは国家じゃないのでですね、でテロリストに負けじと中国共産とかどんどん領海に入ってきているというね、いろいろ思うわけですけれども、まあ、なんだかんだでいろいろ言ってきましたけれども、国単位になるとですね、やっぱり日本人というのは強いなというのを感じています。で心配事がたくさんなんですけれども、その悲観的にならずに前向きに、ね、日本の当事者として、歴史の当事者としてですね、できることをやっていきたいと。その東京五輪に向けてですよ、日本がねこう一致団結できていったらなと思います。これ本当にこの東京五輪をねうまく生かして、その日本のどんどんいろんなもん立てたらいいしなんかね、でいろんな新しい取り組みとかつながりとかどんどん作ったらいいし、でそうやって団結していけたらなというふうにいろいろ夢を見ております。本当にだから夢をくださった皆様に感謝をしております。ということで、話してる間に日が暮れたっていうね、多分その照明の加減がどんどん変わってるでしょうか、失礼いたしました。夕方なんで、いや夜かも、はい。ということで、どうもご清聴ありがとうございました。またお目にかかります。スメラギーアサカ。